車遊び TV セカンドシーズン、お送りするのは私フジポンとヒロくんこと N ズステージ矢幅社長。ここで前回のおさらい。いつもほら MC ばっかりつまんないだろうな。ん、どういうこと。出よっか。私走ろっか。ずっと逃げてきたのに。そんなわけでジムニー祭りに出場させられることになったフジポン。常連チームノーティストガイズ先生にレースで勝つためのあれこれを教えてもらいます。ドライビングテクニックをちょっと教えてもらうの。うん、これ 全面塗装、ここに坂が来ても噛んじゃうと。軽量化、これ軽量化。こちらの車をご用意しました。与えられたのはドノーマルのジムニー、新人メカニックのルナちゃんとチーム結成。レースに出るジムニーはルナちゃんが。彼女は全部整備します。ルナポン、ルナポン。じゃあちょっと走って、これで彼らにレクチャーを、はい、隣に乗ってみようか、とりあえず、ね、あ、とりあえず、うんうん、誰かの誰かの。おお。教官はノーティストガイズの高橋さん。愛車に乗せてもらってコースへレッツゴー。お邪魔します。いらっしゃい。ちょっと、はい、どうシートベルト。ガシ。ここ掴んでください。ここ掴んでくださいって言われましたけど。上と。え？ここと？ここと？そんな感じで。上。上とここ。本当にこういうのに使ったの初めて。行ってきます。行きます。Let's go!車遊び TV。 この番組は N ズステージグループとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ヘルメットがね、ずっとこうなってて、多分フジポンの顔が。レクチャータイム。じゃあまずその左前に見える斜面を登りたいと思います。これね。はい。はい。うん、4WD にしないと。あ、登れないの？普通だと 2WD つって、うんうんうん、後ろのタイヤしか回らないんだけど、はい、こういうところで山を登るときは、うんうん、このレバーを四駆に入れて。うん、え、それ。走ってる途中でそれやってるの？いつも。いや、これはもう走る前にもう4駆にしてしまうっていう。なるほどなるほど。4駆にして、あ、ちょっと一速に入れて、うん、一速に入れる、あのオートマなんですけど、オートマだからドライブか1か2 OK 入れて、ちょっとアクセルを多めに、こう思い切り、思い切りじゃないの、思い切りじゃないの、あー、おお。普通の人が踏むよりは多く強めに、はい、なるほど。あとこういうとこを曲がるときは、うんうん、まあ、普通の道路と一緒だけど、普通のハンドル切る量よりは曲がらないので。そうなんだ。曲がらない分を切り足して自分で、はい、
手で曲がらないときはブレーキを踏んで、ブレーキ踏むの？減速して曲がってからの。もうすでに理解ができない。それは一瞬でやってんだみんな。そうっすね。すごい。下りの時は極力エンジンブレーキ。エンジンブレーキってなんだっけ？フットブレーキとエンジンブレーキって、まあマニュアルじゃないとないけど、うん、あ、そっか、ギアをつないだままブレーキでこう減速していかないと、うん、スピードが出すぎて危なくなる、うん、それでね、転倒とか。転倒したことある？ありますね。マジで？そしたらどうなるの？ドンってなったら、あーってなって終わる。早く誰か助けに来てみたいな。こうなってんでしょ、だってそこで止まってればまだいいですけど、ね、あ、そっか、逆さまとか。そっか、うわー、ここやばい。これがエンジンブレーキ状態、ね、あ、今はい。ジムニーってすごいね。すごいすごいですね。すごいでっかい岩あるけど大丈夫。ジムニーはどこでも走るんですよ。すごいで、ガンってならないもんね。言い忘れたけど、ガンってなりそうなところで、うん、少しアクセルを離してあげて、うんうん、アクセルを離しただけで速度が下がるので、はい、それでガンってならなくなる。そうなんだ。このコブにアクセルを踏んだまま行くとガンガンってなります。ガンってなってる人たまにいるよね。なってますね。あ、みんなあって思う。あ、オッケー。はいはい。ただいま。こうなったよ。ただいま。続いて私フジポンがコース走行にチャレンジ。できるの？大丈夫？大丈夫？ワイパー動いてるし。怖い怖い怖い。あ、こことこをちゃんと掴んでくださいね。はい。行ってきます。よし、じゃあどっから攻めます？うん、思いっきりね、右ね、右ね。右？まず登ってってみる？うん、登ってってみる。まっすぐなとこからね。オッケー。これ四駆に入ってんの？わかんない。フジポン。わかんない。入ってる？一回ね、ちょっと止まって。入ってないね。入った。これでローギアだから。あ、そうですか。はい。分かった。ちょっと行ってみて。登るよ。登るの？いきなり。うん。うん。いいよ。行くよ。いいよ。思いっきり行くよ。いや、思いっきりはやめて。フジポン前見えてる？見えてない。見えてないから。あ、そこそこゆっくり。あ。行けた行けた行けた。よかったね。ちゃんと見えるとこ走ってよ。オッケー。見えてる？見えてない。今見えてない。あ、ほらみんな前にいるとこ真っ直ぐね。ちょっと見てみて。ちゃんとブレーキブレーキ。いや、ブレーキブレーキブレーキ。ちゃんとブレーキ狙いでいこう。ブレーキって言ったのに止まらないんですけど。こちらの山の真ん中の内側だって。何何内側の山。フジポンヘルメットがこうなってるんですけど。前見えてないから。フジポン左よ左よ。どっちどっち。左左。みんな避けてくよね。あ、なんかゴコンって言ったけど。行っちゃって。あれなんだろう。なんかいい音したね。うん、いい音がして。石あるよ石ある石ある石ある。まっすぐ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 。なになに。なになになに。フジポン見えてない周りが。どこに石があったの？真ん中の持ってみる。真ん中って何？あそこだ。はい、この辺からクッと行ってみる。クッと行く？クッと行って右だよ。うわ、こっち？右だよ、ちゃんとまっすぐハンドル持ってよ。結構筋いいんだよね、これ。ねえ、まっすぐがどこかわかんない。あ、ちょっと待って。ここ真ん中。ブレーキ、ブレーキ、ブレーキ、ブレーキ。ブレーキに足で。見えてる。怖いんだけど。怖い。ちゃんとヘルメット曲がってるんですけど。ああ怖い。こんな体験もうできないね。できないね。二度と乗りたくないね。はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。なんかいろいろ
なんかいろいろ出た、ね、いろいろな物質が物質出ました、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？ダメですどうでしたか？いや楽しかったよ、ね、私はね、ノーマルのジムニーと、うんうん、まあこういうね、もう全然違かった。違うでしょ、うん、あのイボイボの噛み具合が、はい、やっぱりねイボイボの、あとガツガツのあのボコボコしたところ、昼の場面、はい、まあね、皆さんに今日協力していただいて、うん、まあ、車作りから、はい、ノーティストの皆さんからね聞きながら、うん、で今回どうでしたか？楽しかったです。楽しかった、はい、勉強になったでしょ？はい、すごい構造からないからね、これ本当に勉強になるんで、はい、チーフメカニックで、あじゃあ全部私のジムにお任せしますんで、はい、フジポンヌで、はい、フジポンヌでよろしくお願いします。お願いします。ヒロ君、うん、この人は亀仙人なんですあの北上の亀仙人何も言わないじゃあ亀仙人にもいろいろ教えていただきながら、はい、じゃあ目指せジムニー祭り、ジムニー祭りね、よし、4月14日までに、はい、あと何回練習できるかね、はい、いろいろまた教えてください、うん、亀仙人でノーマルクラスと今回からそのエキスパートクラスっていうのが2つ分かれましたので、はい、ノーマルクラスに、はい、頑張ります。気合チャレンジ、はい、はい、よろしくお願いします。皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。ジムニー祭り頑張ってください。頑張ります、頑張ります。おお適当次回車遊び TV キャンプのすすめ、夏といえばキャンプ、大自然の中でキャンプを楽しみたいけど車も道具も準備が大変、そんな方必見です。お楽しみに。お知らせ、20年の熟成を重ね今生まれ変わるジムニーフルモデルチェンジ、 N ズステージジムニー新車販売登録台数14年連続全国1位、お求めはジムニープロショップ鈴木アリーナ N ズステージ盛岡まで。今年も岩手山焼け走り国際交流村にてジムニー祭り開催決定。7月14、15の2日間ジムニーレースから各種コンテンツまで用意したこのイベントが今年の夏を熱くする。最新情報はジムニー祭りオフィシャルサイトから。そしてなんと車遊び TV ホッピーサタデー進出、土曜午前10時25分からのハッピーサタデー内で放送中。こちらもお見逃しなく、また見てね。